今年の7月6日土曜日に ZOZO マリンスタジアムで行われる高校野球千葉大会の開会式を拓大紅陽高校と習志野高校の2校で担当します。また7月に入ると野球応援やコンクール、各地でのイベント演奏など大忙しの人気バンドです。ぜひ演奏場所に足を運んでお楽しみください。そして今年の1月に開催された音楽祭にもご参加いただきましたが、今回は新体制になっての初の演奏となります。こちらもぜひご注目ください。それでは拓殖大学紅陽高等学校吹奏楽部の皆さん、よろしくお願いいたします。皆さん、私たちは拓殖大学紅陽高等学校吹奏楽部です。本日は会場にお越しの皆様に元気あふれる演奏をお届けしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。申し遅れましたが、本日司会を務めます大沢中学校出身2年トランペットパート菊池奈々美と、同じく大沢中学校出身2年クラリネットパート山口瑠香です。どうぞよろしくお願いします。それでは早速演奏に移りたいと思います。最初に演奏する曲はディープパープルメドレーです。それではどうぞ。
ノリノリの音楽に合わせて自然と体が動いてしまう方も多いのではないでしょうか。元気いっぱいにお届けしていきますので、ぜひ皆さんも演奏に合わせて一緒に踊ってみてください。それではお聴きください。せーの、ナノイキ
少期に見ていたアニメ「それいけアンパンマン」のオープニングで使用されていました。さまざまなキャラクターが登場し、魅力あふれるアンパンマンの世界観をお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
拍手においてマーチングや野球応援など幅広い演奏活動をしています。吹奏楽コンクール A 部門では4期連続で金賞を受賞し本選大会に出場。マーチングコンテストにおいても千葉県代表として関東大会に出場しています。部員は現在92名。千葉県各地のイベントにおいて頻繁に演奏機会をいただいており